はい、えー、それではシルスステークスと副賞生活、本社行きましょう。はい、あらかじめご了承ください。はい、あと4週間ですね。あらかじめご了承ください。あとね、ちょっとプラスアルファで外旋問衆やるかもしれないんで、よろしくお願いします。はい、4日ですかね。日曜日の13、23時05分からですね。よろしくお願いします。多分できると思う。うん。はい。 あと、先週、福祉生活、オーケーマステークとブルンクローメンいただいてますんで、ブルー、え、ブルーメンか。クローメンいただいてますんで、ここから福祉生活行きましょう。はい、早速行きましょう。え、チェコはい、え、まず、えー、シルスステークスですね。本命ね、2番人気ですかね。ダンスプレンダーで行きます。ちょっと人気すぎたな。子供か。カフェファラオが飛んでほしいという希望がありまして。うん。結構希望や、これは。 はい。もう、川田さんでいいかなと思ってます。はい。今年は苦労しましたよね。川田さんね。えー、っと、重賞勝,勝てないってことで。勝利数は133勝で文句ないんですけど。勝率28%あるんですけどね。今年の重賞まだ1、2、3、4。4つしか勝ってませんのでね。G1、0やし。はい。 まあ、リアーメリアで副長の兆し見えたと思われるんで、中京の重傷なら復活かなと思ってます。はい。えー、ここを連勝続いて、中京は過去2008で2着の実績ございますので、よろしくお願いします。4220ですね。よろしくお願いします。はい。あと、えっ、ー、とね、対抗候補はね、桜霊栄ンアルドーレってことで、ちょっと穴人気ですけど。 えー、この舞台、2枠外ってことで、舞台というか最近中京のダートがね、すべて2枠が、てか、お中が強いんですよね、珍しく。うん。大体中枠外いんですけどね、内側行くって逆に外が来ないってことで、ちょっとチャンス狙います。2枠ってことで、2番3番山が大体,大体2枠ゾーンここなんでね。うん。よろしくお願いします。注目はね、まあ、3度とも注目なんですけど、まあ、エイコーンが過去に中京で強かったんですね。 2着2回、1着1回の中京だと。で、えー、最近ちょっと休み明け含めて、福天を切しようやく前走を見えた5着やったんで、あるかなと思ってます。はい。あと、桜アリウドが前奏、えー、三宮ステークスで負けたんですけど、えー、その前のレースですね。はい。えー、7番ですね。7番やったっけ。はい。えー、あ、先頭だってのも、あれ、<laughs> 早いな。 すいません、もう先頭取ってました。う <laughs> ちから来たんやけど、しのぎでませんかあ、そうです、これロール、どうちゃゴールアンこれ、ロードブレスゴールアン思い出したとね、どっから上まくっても、これか、最高峰から行きますよ、言って。はい、どう上がってって。はい、もう4コーナーでは先段取り付きまして、結構外回ってるんで、ロスあるんですけど、外回して。はい、これですね、7番ね。 よく届いたというレースだったんですけど、はい。まあ、ロードブレスより、えー、進路的には、えー、遠いところもあってますので、はい。で、まあ、ロードブレスが、えー、この後、えー、今週でしたっけえー、これですね。はい。えー、地方ですけど、上昇買ってますんで、やっぱこの、えー、馬と到着っていうのは価値あると思ってます。よろしくお願いします。 最近ずっとね、姉妹使っていけばしてるんで。まあ、前が、えー、どれだっけえーと、どっかおったな。逃げるやつ、どれだっけあわざとかマンスオブランのか。ここが3枠2頭が逃げそうなんで、ハイペースになるならチャンスかなと思ってます。はい。あとだから、えーとー、ここ グレートタイムカフアラをすみませんっと押さえまでしてます。外枠引いたんで、外よりうん。まあ、うちガス別じゃないんですけど。これ持ち出来ますとすごいんじゃん、これ。2、3、4、9の3連服。あ、そんな高いなすみません、そんな高なかった。<laughs> あんまり高ない。あんまり高なかったすみません。このままにしときましょうか。いやー、期待したいな。内枠。いやー、大芯に申しないけど、これこれも結構、これ結構おもろいね。打ちすぎたなでも。 ベースを逃げてなっちゃうねこれおもろいと思う。うちから、ね、で無理か。ちょっとマイクも多いもんね。ちょっときついかもしれんか。面白いんやけどね。やめとくか。はい。あと、福祉生活が、えー、っと、中京住所なんで、中山の、えー、これか。メインです。はい、えー。一番人気がウィングレイテスト予想どおりやったんですけど、外口かってことで打ち選びました。はい。えー。 最後の秋中山で、で、やっぱ G1 仕様でね、ババ固めてきましたね。はい。えっとね、まず中京がクッション値9.9なのに対して、はい、中山来ましたね。先週まで9ちょいやったんですけど、今週来ました、固めました、これ。10.7ですね。来ましたね、これ G1 仕様のババ。はい。えー、C コースで、あと内が、内側が少し傷んできましたけど、 えー、クッション値見る限り、多分、ババ、固まってるはずなんで、よろしくお願いします。G1 仕様ですね、これは。うん。これはもう G1 仕様や。ウィングレイテスとか多分届かんババになってるはずや、これ。ということで、フォルコメンでいきます。うん。はい。えー、中山のマイルキラーなんで、よろしくお願いします。 はい前走東京で負けて舞台間違えて今回石橋さんと堀さんってことでいつもの顔みたいんでよろしくお願いしますちなみにさ今見てんけどさウィンウィンが8枠にとも入ったうわこれはこれで面白いこれウィンウィンピンクこれうわウィンウィンピンクこれマジかワイド何倍やろ1番人気と13番人気1ええ、<laughs> ちょっと待って17倍しか使えない安ない いや、そんなもんか。いや、安いよ。15、16って売れてるああ、売れてるね。だいぶ売れてるこ俺。あそらそうやろな、ウィンウィンで買うもんな。そら、そらウィンウィンで買うわ。ちなみに、枠錬、ピンクピンクは、ピンピンピンは、60倍か。安いな。60倍しか使うのか。え<ー>15、16も60倍ですか教えてください。 うまれんと枠れん結構ちゃうときあるんでね。15、16、15、16、15、16。あ、はい、百二120倍。ほらな。まあ、多分変わるんのけどな。よろしくお願いします。なんかさっきからずっとね、見られてます私 <laughs> 恥ずかしい恥ずかしい。結構恥ずかしい。結構じーって見られてる、誰かに、うん。はい、もう終わります。ありがとうございました。はい、ということで、ホルコメンでいきますんで。それでは、雷もやりましょう。はい、エシリスシステークスですけど、ごめんなさい。 えーっと、7って書いてる。ごめんなさい、9番ですね。間違い,ないですね。9番のカ原ラさんのままからいきます。内ちわくしますんでよろしくお願いします。はい、3連覆キュートボックスでいきます。よろしくお願いします。はい、えー、なんていう、秋風ステークス、新風ステークス、秋風ステークス、よくやったわからんけど、2番フォルコンでいきますんでよろしくお願いします。はい、中山いラー、は、え、い、ー、堀石橋さん、うちわくの場を回復してるかなと思うんでよろしくお願いします。 はいということでまたスプリンターズ・ステークスでお会いしましょうご清聴ありがとうございました